あれができてれば長打も十分期待できるんですからね。今日の初めの、空振りとかそれと打ち行った時はちょっとこう窮屈そうな感じ、ね、そうですね、いやいやです、1打席目はね、2打席目がちょっといい感じでできたなっていうように見えてるんですけど、今度は内側へシュート系のボール持ってきました。しかしライオンズのクリーンナップは逃げないですね。だって言ってますよね、今のことも。中村選手は何もつけてないから、ちょっとあれね、向かっていかん方がいいんですけどね。ワンボール、ワンストライク。左中間へ持っていったか。入りました、中村剛也、第15号ツーランホームラン。均衡を破ったのはやはり4番のバット。左中間スタンドへきれいに飛び込んでいきました。7月6日以来のホームランです。第15号ツーラン。7回の裏2対0。田辺監督代行も納得の表情。嬉しそうですね。完璧です。さっきのセンターフライのあのいい打ち方の延長です、うん、なるほど。やっぱりいい、感じで出ましたね、最初のストレートファールになったときからこう何かこういい感じですね。僕はそう見えましたけどね、やっぱりその通り打ちましたね、変にこう振り回す感じもなく、